松平正常は、江戸時代前期から中期にかけての越前国福井藩、河老。福井藩高知関松平家三代、五代当主。松平忠史賛の子として誕生。陽明金倉。通称種名。遠方五年新治業宣告を賜る。元六二年宣告加増され、家老となる。元六九年党、聖賛の死去により、家徳と治業三千国を相続。 法令六年隠居して、家徳を、嫡男、政村に譲る。聖徳二年に、政村が三十七歳で先立って没し、嫡男金倉が幼いため、再家徳する。教法七年藩主将兵の家徳相続の御霊御城の際に、八代将軍、吉宗に拝越する。教法九年死去。家徳は、嫡孫、正明が相続した。七代藩主、 松平吉品が茶帝を建設しようとしていることを聞き、将軍家に対して、はばかりがあると強く還元して中止させている。藩主が、発が、起乗の際に、正常が家臣を代表して挨拶するのが、通例であった。例えば、参勤交代のため藩主が、発がした際には、大広間に、家臣一同席につき、正常が、今日は、ご機嫌用ご発が遊ばされ、 ご同時に強越に存じたて祭ると挨拶して一同が退出した。ありがとうございます。